はい、どうもグルプリング4です。どうもです。ようです。はい、今回はシダ動画になります。ピンの新作 G430 の LST を持っていこうかなと思います。うんまあ、ロスピンモデルですね。まあやっぱカーボンフライラップですよね。うん、ピンもカーボン使ってきましたよ。ラプチャー依頼になるんじゃないかということなんですけど。LST 以外のモデル、MAX SFT は使ってないと。意外とフェアウェイユーティは使ってると。うんいうことなんですけど、まあ、これのおかげで、さらにね、低重心であったりね、まあ、完成モーメントが、過去の LST のモデルでは最大と、まあ、ヘッドサイズは440なんですけど、まあ、見た目の感じで言うとそこまで小ささはもう感じませんね。G425 とかの445とかと似たように、うんオープンに作ってはあると思うんですけど、このシンバルジロール設計で、まあ、若干人によっては見え方ちょっと嫌う可能性もあるんですけど、まあ、打点によって最適なこうロフトになってるみたいなバルジロールができてますよと。そしてまあソールのこのウェイト、まあ、フェードドローを動かせます。で、まあ、可変、まあ、これ共通でしたね。410、425、430共通です。400とはスリーブちょっと違うのでね。ただ値段が上がりました。99,000円です、うん。買おうと思ってたんですけど、さすがにね、まあ、10万はいかないだろうと、で。今までだったら、日本のモデルとかでも88,000円とか、さすがに9万の後半も後半も10万に近いっていうのはちょっとびっくりしましたね。ビビりましたね。まあ、売ってから決めようと思うということで、ちょっと売ってみたところを見てもらいましょうか。はい。はい、どうぞ。よし、LST クローム。ちっちゃくはなってるよ。感じますか、ちっちゃいの。ちっちゃくはなってるけど、普通ぐらい他のドライバー。うん。高いね。おお。ゆっくり落ちてくる。わずかにロースピンではある。おお、いいね。この組み合わせが僕はいいですね。LST とクロームね。基本クロームです。クロームがいいんです、うん、シャフトは。おお。これが一番いい。フェード打ってみましょう。最近のこのフェードのイメージは変えつつ、おこれいいよね。ちょっとでもスピン多いよね。元からちょっと多いからね。それがロスピンじゃない。タイフェード、ちょっと降ってるの見ましょうか。うお、ほんとね、今のは。おお、いや、弾きはいいからね、うん、はい。あ、これ一番ロースピンっぽい。え、初速が出てないの。シンプルに重たい。シンプル重たい、うん、高いね。以外ででも生きてるっていう、うん、本当打ち出しが18度なんで。インドアのあれと一緒で。よし、おお、ナイスボール。いい、おお、これいい、飛んでる。おお、いくね。
じゃあブラックにしてみますか。同じ重さのはずなんだよ。うん。見た感が。見た。やっぱね、動きが少ないというわけじゃない。ってこう勢いつけれないし、ぐっここが遅くなるよね。垂れるとはまた違う。重い。このトップで。これをこのまま捕まえるとしたらフックしか出なくなるからね。宣言通りかい。しかもヒールで食った。えらいもんだね。おお。したね。3600ぐらいいたんじゃん。よし、いいの打ちた。無理じゃん。それと打ってみる。うん。誰って何？天井なんこんな。うわ、すごい。右ドッグサマー専用じゃん。ほら、こんなんなるよ。もっとひどいからいいんだよね、もっとも。ここから捕まえようとしたらフックになってくると思うよ。右ちょっと向いて、止めるったら。お、いい球。潜れ。お、お、行く。うまくハマればロースピンなんだよね。そうなんだよ。新鮮なのね。新鮮よ。これと紙一重や。やめとこう。見てもらいましたけど、基本的にちょっと数値はあまり出してないですけど、本球の数値をね、測ったので、そちらの方をもう参考にやっていこうかなと思います。JCB のブラックのシャフトあるのあり、やばすぎです、うん、LSD と組み合わせるのはちょっとどうっていうのはあります、うん、ヘッド自体も重いし LSD のヘッドでカウンターのあれに入ってんだけど、なんかねちょっとね挙動が合わなかったので、もう今回このツアーのブラックとクローム新しく出たやつだけで、ちょっと変えながら打ってみましたということですね。僕のヘッドスピード55ぐらいのやつで、クローム打ちましたけど、ヘッドスピード 54.6、ボールスピード 79.1、打ち出しが 15.6、スピン量が 2692、キャリー 294.8、送球率 315.6。まあ僕は割と最近フック系が多くて、持ち球というか打ちたい球はドローの方なんで、うん、まあ、LST ね、フェードでも飛ぶんだったらいいと思うんですけど、あまりドローで
自分の打ちたい球が打てる球ヘッドではなかったのかなというのがありますね。初速の感じは悪くないと思うんですけど、結構やっぱ打ち出しは高く出るので、もう少しロースピンじゃないと効率よく飛んでる方ではないよねっていう感じですね。で、割と左に行くんで、普通に。で、あと右プーもあるんで、ちょっと、まあ、あと打感、打音っていうのは良くなったかもしれないけど、ちょっとそれよりも、もう少し飛距離も欲しいし、安定感もちょっとあってもいいんじゃないかなっていうのがありましたね。ブラックの方の方ですね。ヘッドスピードが 55.4、ボールスピード 80.5、打ち出し 13.2、スピンが 2811、キャリー 295.1、走距離 317.7 です。こっちの方がひどいですね。もうめちゃくちゃですね、はっきり言って。この LSC の重いヘッド。そして若干、ちょっと低弾道系のシャフトなんですけど、確かに低くなる。で、じゃあスピンは減らせるのかって言われたら、逆に増えたっていうのは、ちょっと下目に当たるとやっぱスピンは入るんで、それもあるのと、重さがすごく伝わってくるスイング中にね、っていうのがあって、ちょっときついなっていう感じがしましたね。実際シダのラウンド行った時もクロームでフェードの方が安定してたんで、しかも2700-800、あとマイナス1度ロフトしたりとか、後ろの板はまあ移動させたら極端になるし、重たいヘッド側の後ろの板移動したらもっとこうスイング的に違和感が出てくるんじゃないかなと思ってやめましたね。で、LST のクロームですけど、ヘッドスピード 44.4 ですね。ボールスピード 64.1、打ち出しが 18.4。スピードが 2800。キャリー 232、トータルが250。最長260とか飛んでるのあるんですけどね。2322回転のね。でもまあまあまとまってですね。左に 15.6、8.4、12.6。まとまってはいます。すごい球高い。すごいスピンが入ってる。これは9度のロフトで打ったんですけど、普通に本当マイナス 1.5 ぐらいしてもセンターに来るんじゃないかな、クロームでもね。ほとんど揃ってはいます。まあまあ打てた、そこまで飛んでないけどみたいな感じです。で、ブラックです。44ヘッドスピード、ボールスピード 64.4、 打ち出し 15.6、 ちょっと低くなりました。スピンが 2816、キャリー 229.4、 送球 252.1、左すごいですね、これデータ上は。もう硬くて左行ったんですかね。まあもうオーバースペックですよね。で、ここを差し置いて、2022年のトップの LTDX さん、コブラの、同じ日に同じボールで結束したんですけど、はるかに飛んでしまうっていうね、お互いに10ヤード以上差がつくっていうね、これと。熱かったし、疲れ切ってても一番最後に打ったんだよ。そうなんでっていうぐらい飛んでます。まあボールスピードとかで言うと結構ね、ピンのこれも出てたんですよ。だけど打ち出しもしっかり高いし、スピンも少ない、1700とか2000前半、ミスしても2700-800、距離も出る、あと方向性がかなりいいと、圧倒的に勝ってますね。ほとんどの数値ででしょ。そう、まあでも、まあ、初速悪くはないんだけど、ピンの430もね、っていうような感じだね。で、リョウの方ももうコブラの LTDX の方がはるかに初速、打ち出しの高さ、スピンの少なさ、僕のも2300とかあったし、ミスしても2800ぐらいで収まるんで、方向性がもう完璧、僕の打ちたい球がある程度打ててるなと、はい、ということで、まあ G430LST 僕買おうかなと思ってましたけど、買わないということです。ロースピンじゃないです、僕にとってはね、ということでした。はい、次回も、まあ、ピンの新作があるので、
試作動画出していこうと思います。はい、ありがとうございました。